なぜ今自分がついてないのかってことを考えなきゃいけない。だってこの宇宙は因果の法則でしか回ってないわけだから、原因があるから結果がある。はい、今日もどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いしますだよ、はい、このチャンネルでは開運情報をお届けしているので、ぜひ今すぐチャンネル登録してほしいですね。無言だよ。どうしたんですか。さあ今日も頑張ろう。はい、頑張りましょうだよ、はい、頑張っていきましょう。よろしくお願いします。はい、だよ、コメント預かってますよ。はい、はい、年明けから不運が続きます。開運方法をご伝授ください。よろしくお願いします。はい、これはもうあれだね、年明けから不運が続くっていうのはずいぶんロングランだね。そうですね、不運続きすぎですよね。5ヶ月も不運が続いてるんだな。はいはいはい、そうです。まあこの手の質問は本当に多いですよ。だよ、はい、こうやって質問する方多いですね。多いですね、はい、多分年末に同じような話をしていますよきっと。こういうのは僕は本当に昔35年間自分で不運と勘違いしていたから、なんかすごく気持ちが分かるよね。あ、そうなんですね。この方の気持ちはだよ分かる。ガッチキイチの気持ちはよく分かる。ガッチキイチさんの気持ちは分かりますか。それガッツ中島の気持ちも分かる。あ、そうなんですね、うん、いやガッツ中島さん頑張ってますね。そうだね、はい、ガッツチャンネル、あの本当にこの不運が続いている方シリーズ、はい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 、不運が続くシリーズ、不運が続くシリーズ、これは本当に僕は得意だね。あ、こういう方の対策は得意。得意だね、はい、なんでかっていうと、はい、自分がそうだったから。なるほど、大王に経験があるからって。経験があるから、はい、すごくよくわかるんだけど、はいはいはい、なんで不運が続くか。だから僕はいつも言うんだけど、はい、因数分解しましょうと。あ、因数分解、数学ですね。なぜ今自分がついてないのかってことを考えなきゃいけない。はいはいはい、だからそこには必ず、だってこの宇宙は因果の法則でしか回ってないわけだから、原因があるから結果がある。そして今結果として5ヶ月間自分が不運だという現象が降りかかってきてるわけでしょ。そうですそうです。5ヶ月間不運なんです、どうしたらいいでしょうかってことでしょ、はい、じゃあ今結果として不運というものが自分の身に降りかかってきている、うん、それが結果ってことは、その原因を必ず自分が投げかけているわけですよ。いや、投げかけ続けているわけですね。不運が続いてる、不運が続いてるってことは結果でしょ、はい、結果として自分が今不運ってことは、それは結果として来てるわけだから、はい、このうちは因果の法則でしか回ってないんだから、はい、その原因は自分が投げかけ続けてきているから5ヶ月間不運なわけだよ、はい、原因はガッチさん自身にあるってことですね。もう全部そうですよ、もう全て。そうなんですね、うん、残念ながら、はい、だから僕も自分に胸に手を当てて、はい、ね、本当にこのチェストにハンドを当ててみてもさ、チェストにハンドを当てたんですね。あ、そうなんですね。チェストにハンドを当てる、うん、ミトを当てるは大丈夫なんですか。それなんかチェストにハンドを当てる、ミトを当てるは大丈夫なんですか。それ残ってるじゃないですか、ジャパニーズが。あの僕ね、はい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 、滑らかに喋りたいんで。滑らかに喋りたい、そうですよね。そこで腰を折られると、はい、もうあのちょっと喋れなくなるんですよね、はい、あ、そうなんですね。すみません、うん、なんかチェストにハンドなんか変だったんで。いや、だから胸に手を当てたら考えたら分かるじゃない、自分がなんで今不運なのかってことを。だから全てのことに因数分解して考えてみる。なぜ今自分が不幸なんだろうかって、はい、だから今僕が35歳の時になぜ不幸なんだろうかって考えたら、もう答えがボンボン出てきますよ。あ、自分にそうチェストにハンドを当てて考えてみたらどんどん出てきたんですね。そうだよ、はい、もうね、リーズンが目に目にだよ。ちょっと待って、今日はルード高い、ルード高いっすね。リクルード？え、違う違う、リクルードじゃない。リクルードって何なんですか。それルーを押します。リクルードはちょっと分からないです。ルクルルゼなら分かりますけど、うん、いやだから本当に自分が原因作ってるんだよ。例えばこれ僕も同じ気持ちだった、はい、同じ気持ちだったから僕これを僕が師匠にしました、はい、師匠にすると、はい、師匠は必ず一言目こう言います、うんうん、あなたは今までの人生で投げかけを行ってきましたかって必ず言われるんだよ。うわ、小林誠観師匠、うん、はい、誠観師匠にこの同じ質問を誠観師匠にした、はいはい、したら誠観さんは必ず、はい、じゃああなたは今不幸という現象を味わってらっしゃるんですね、はい、ということはもう本当にこの中国の歴史4000年の歴史で、誠観さんはあの時何歳だっけな、はい、小林誠観、
40年の歴史みたいなことを必ず言ってたんだよね。あ、そうなんですね。その40年間ずっとその、はい、現象を見つめ続けてきて、はいはいはい、検証に検証に検証を続けて検証し続けて、はい、検証炎になっちゃったっていうギャグをいつも言う。え、本当ですか？本当に本当に。手首関係あるんですか、うん、それで検証炎になっちゃった。検証を重ねるがゆえに検証炎になっちゃったの。あ、そうなんですね。そう、ただいまに公演情報を新たにお届けするよ。急ですね。急ですよ。だいぶ僕たちいろんなところに行くんですよ。はい、日本全国津々浦々。5月21日札幌、札幌アガスティアの葉、さらに5月22日アガスティアの葉ガイデンというね、はいはい、6月7日広島です。広島久々。6月8日岡山久々。そして6月17日神戸でございます。神戸、はい。そして6月18日大阪に行きます。関西 2days ということでね、楽しみにしていてください。ぜひ会いに来てください。ありがとう。今自分が不幸と思っている人に、不幸という人の現象を見続けた結果、一つの答えが出た。それは何かというと、投げかけを行っていない。行っていない。いない、はい、それはその投げかけ、例えばこのガッツ中島さんがね、はいはい、ガチキーさん、あ、ガチキーさんね、はい、このガチさんが千賀さんにこの質問した時に、はい、必ずあなたは今までの人生で投げかけを行ってきましたかって言った時に、はい、このガチさんは、はい、え、投げかけ、投げかけって何ですかって必ず聞くわけ、うん、その投げかけというのはあなたが喜ばれる存在になるために何かを投げかけてきましたでしょうかと聞いた時に、はい、投げかけてきましたって人が一人もいないってことなんだよ。そうなんですね、うん、ってことはガチさんもきっと絶対そうですよ。だから投げかけももちろんそうなんだけれども、僕はまあそれ以前に、うん、そもそも自分の運気の足を引っ張る悪しき習慣が必ずあるんだよ。キイチさん、そういう悪い習慣持ってるってことですね。いや、だって運気の悪い人って必ず悪しき習慣があるから運気が悪いんだよ、うん、なるほど。プラスマイナスでマイナスってことです。だから常日頃からいくらいいことを実践していても、はい、自分の中のこの悪しき習慣というのは誰しも必ずある、はいはい、この悪しき習慣をやめない限り、うん、いくら得済みの実践をしても結局帳尻合わせのプラマイゼロなわけだよ。そういうことですよね。そうだから結局、はい、今自分が5ヶ月間不運です、うん、ってことはその現象を見つめ続けていくと、うん、必ずある一個の答えが出てくる、はいはいはい、だからそれは一つ一つの現象から、はい、今書き上げてみたらいい。自分が人の不幸というのを書き連ねたらいいさ。自分が不幸、何が1月1日から、ね、はい、この5月この末の間まで、はい、一体どんな不幸が起きたのか全部書いてみたらいいさ、はい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 、書いてみたらそこに絶対に統計学として何かがあるんだよ。ヒントがそこに、もうヒント、むしろ答えが書いてある。そう、あ、そうなんですね、うん、え、例えばガッツがこの半年間の間に、うん、臨時出費ありましたっていう時はどんなヒント？だって臨時出費ってことはさ、はい、コスモスローンにさ、はい、いっぱいお金借りてるわけだよ。あ、まあ、はいはい、お金だけじゃない、エネルギーだけどもね、エネルギー、はい、だからコスモスローンの借り入れ残高があまりにも多いわけだよ、はいはいはい、あまりにも多くて、多いだけだったらまだいいんだよ、はい、だけどもその多いだけであって返済しようとしない人がいっぱいいるわけだよ、うんうんうん、返済しようとしない人にははい、必ず臨時出費という、要するに利息返してっていうのが来るんだよ。そうなんですね。だから取り立てだよ、取り立て、取り立て、うん、はいはいはい、矢のつく従業の方が、はい、お金返してねってやってくるんだよ。怖いですね、うん、ガラガラ蛇とともに、ガラガラ蛇とともに、うん、あ、そうなんですね、うん、ガラガラ蛇がやってくるんですか。やってくるね。やってくるんですね。やってくる。ガラガラ蛇めっちゃ怖いじゃないですか。めっちゃ怖いですよ。普通の怖さじゃない、ヤクザも怖いですけど、ガラガラヘビやばいですよ。だからこの猛毒だから本当にこの、はい、例えばまあ臨時出費を例に挙げれば、はい、搾取し続けてきてるわけですよ、いろんな人から。ガチさんが気がつかずに、うん、いろんなことを搾取し続けているから、はい、コスモスローンの借り入れ残高のエネルギーがボン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 溜まっていく、うん、それでもなんか返済しようという能力がない、そのコスモスバンクにエネルギーを貯めようとしない方には必ず漏れなく臨時出費という形でお知らせがやってくる、はい、あなたはコスモスローンの借り入れ残高が多いですよと、はいはいはい、もう全然コスモスバンクにエネルギーを貯めようとしませんね、じゃあちょっとここらでちょっと返していただきましょうということで、うん、臨時出費がやってくる。だから臨時出費が来たということは、うん、負債を、要するに利息だよね、はい、利息払ってよっていう催促なんだよ、はい、あ、そうなんですね、うん、利息を払ってよってことは元本は減ってないですか？減らない、減らない。そういうことですよね。減らない、全く減らない。そういうことですよね。そうだからもう雪だるま式に溜まっていくんだよ。あ、そういうことですよね。そうだからそこに気がつかないから、はい、ずっとその負のスパイラルが止まらない人ってたくさんいるんだよ、はい、だから不運だ、だから負のスパイラルが止まらないでしょ、はいはい、だからそれどっかで止めないといけないでしょ。そうです。だからまずそこに気がつこうよ。でも僕のチャンネル見てるんだったら、はい、きっと何かしら毎
毎日いろんな配信してるから、はいはい、そこで気がつくことあると思うんだけどね。そうですね、うん、なんか不思議ですけど大王の言ってる言葉ってやりたくなるじゃないですか。いやそれ自分で言ってるから分かんないけどね。あ本当ですか、うん、かなり行動したくなっちゃう謎の何かしらのエネルギーがあって、うんまあ、そういうところを見てやっぱり大王は神かなって思ったりするんですよね。いやだからもうまず神に書こうって、はい、絶対何か一つの答えが出てくるよ。はい、だからまず臨時出費が続くのかどうか分かんないし、はいはいまあ、仕事のトラブルなのかお金のトラブルなのか人間関係のトラブルなのか何か分かんないけども、はい、書いていけば一つ一つ、はい、書いていけば必ずここの何かに自分で落ち度があって未熟な部分が必ずここに出てくるわけで、はいはいはい、だからまずそれ書き出そうって、はい、書き出して、はい、洗い出して、洗い出して、だってその負のスパイラル止めないといけないじゃんもうここで、そうです、もう気がつかなきゃいけない。もうだって5ヶ月もやってますよ。そうでしょ、はい、だからもうこの辺で気がつかなきゃいけないんだよ、はい、だからそのためにも、はい、もうここでいいチャンスだ、いいチャンスです、ね、だからきっと神様的にも、はい、もうキイチもうさすがに気がついてくれと、あなるほど、うん、もう本当お前勘弁してくれと、はい、お前本当このままだとろくな人生にならないよということで不運が続く、はい、不運が続くということは、はい、もう自分でどうしていいかわからないからとりあえずこのいつも見ているこの YouTube にちょっと投稿してみようかなと投稿する、はい、投稿すると僕が答える、答えたことによって、はい、ああそうかと気がつく、はい、これが神様が、はい望んでることだなきっと。大王、うん、この世界ではですねこのチャンネルを見てる皆様は大王にこんなことありましたとか、うん、大王に聞いてみたいことばっかりだと思うんですよ。明日からこのコメント欄とんでもない増えると思うんですよね。いやそんなことないと思う、はい、2万人がコメントするんじゃないかなと思ってますのでちょっと楽しみです。いやだから本当に意味のないことは起きないから、はい、自分のその身に起きてきた、ねはい、その自分が思い通りにならないことじゃない、はいはいはい、なんで自分がこの目に遭わなきゃいけないんだろうっていう、はい、その思い通りにならないことはね人生誰しも降りかかってくる、はい、降りかかってくるけどもそこには全て意味があるし、はい、そうですね、そこに本当にあの巧妙に罠が隠されてるから罠このトラップに気がつかなきゃいけないよね、はいはいはい、だけどこれ簡単にわからないんだよ。そう残念ながら簡単に分かったらいいんだけども、はい、これが巧妙に隠されているので、はい、この意味を紐解いていくと、うん、初めて思わずこう膝を叩きたくなるような深いメッセージに気がつくことができるけどそれはすぐには分かんないんだな。いやこれじゃあ気づくいたらもう人生めちゃめちゃ変化するって、うん、あだからもう本当180度変わるよね。めっちゃでかいっすね、うん、だからこの方もきっと、ねはい、神様もだから愛の原骨ですよ喜一さんに、うん、そうなんですね。だからもう気がついてくれよってことだよね。はいはいはい、もうそろそろ、はい、もうそろそろ気がつこうって。そうですね。だから自分の中のその悪しき習慣ね、うん、それをやめていかないと、はい、本当人生変わんねえぞというねメッセージがそこに込められてると思うので、はい、もうそろそろ気がつきましょう。そうですね。だからそこに気がつかないときっと2023年いいことなくて終わっちゃった、はい、そして初詣の時に、はい、神様2023年本当につまんない1年だった辛い1年だった思い通りにならないことばっかりあっただから2024年、はい、今年こそは神様お願いしますよパンパンと手を叩く、はい、こういう人が世の中にたくさんいるんだ。めっちゃいます。喜一、うん、さんはでもこれから脱出するチャンスを今言いました。あもう本当にだから上半期はしんどかった、はい、でも下半期は V 字回復ですよ、はい、そうですね、うん、一気に V 字回復する。うわこれめっちゃ楽しみですね。喜一、うん、さんぜひこれ見たらですね、うん、コメント欲しいと思います、はい、そして私のに降りかかってるこの現象一体何なのかって思ってる方は皆様多いと思うんですよ。ぜひコメント欄にお待ちしておりますね。コメントよろしくお願いします。ありがとうございます。大王じゃんけんじゃんサンクチュアリ見たあれじゃないですか、ネットフリックスのじゃんけんぽん。動画をご覧いただきありがとうございます。ありがとうございます。チャンネル登録コメント高評価よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして LINE 公式アカウントも新しくなりましたので、あ新しくなりましたのでよろしくお願いします。登録お願いします。チャンネル登録はここ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